国枝さんのお店、実は週に4日しか営業していないんです。しかもランチタイムのみ。店と自宅を兼用。普段は居間として使うこの部屋が、趣味のそば打ちを仕事にしたいと55歳の時に早期退職して店を開いたのです。まだ活力の溢れてるうちに、次のね、第二ステージの準備をして、そして取り掛かると、そういうのが自分のね、生活スタイルじゃないかなと思いましたもんですから。国枝さんの自慢はこの手打ちそば。早速せいろそばをいただくと。いただきます。美味しいです。こう蕎麦の香りが口いっぱいにふわーって広がる。美味しさの秘訣は国枝さんが厳選する材料。蕎麦粉は国産のものを選び、北海道産と栃木産をブレンド。さらに出汁などに使用しているこの鰹節は本枯れ節といって、長期熟成させた高級品です。結構お金がかかっていそうですが、一体これのどこが身の丈だというのでしょうか。自宅のキッチンと兼用。お金がかかったのはこの業務用冷蔵庫くらいです。身の丈その2、従業員は自分一人。そばを作るのも、接客するのも、後片付けも、店に関わる仕事は国枝さん一人でこなします。一人で切り盛りするため、一日に提供できるそばは10人前。なんだか少ないと思われるかもしれませんが、このくらいがちょうどいいというんです。身の丈その3、集客も最小限。国枝さんは宣伝チラシを大量に作ることはしません。自作のホームページで細々と集客します。この日のお客さんもホームページを見てやってきました。たまたま僕そば好きなもんね、うん、でネットで見てちょっと寄った気分。あまり手広く宣伝しないため、一日の集客は平均わずか3人。それでも国枝さんは満足だと言います。ありがたいんです。本当にありがたいと思います。自分がやろうと思っていることをに賛同してくださってるっていうことってありがたいっていうことです。そば作ろうと。そば打ち教室もたびたび開催。そばを打つ楽しさを伝えるとともに、第二の人生の活躍の場を広げています。